ズバッと聞いちゃうんですけど、はい、1年でどれくらい稼ぎましたと、まあ、聞いてるんですけど、去年が150億20歳でも億稼いだ。はい。Tokyo has the second most millionaires in the world, right after New York City. Today we're asking these Japanese millionaires what they did to get on that list. And maybe even get a tour of their Tokyo penthouse at the end. Let's go. 福島亮太という名前でやってるんですけれども、はい、医学の道を進みながら、はい、SNS の運用をする会社をやっております。今22です。22歳この車って結構珍しいですよね。確かにそれは言われるかもしれないです。何の車なんですかこれは。これはフェラーリの458スパイダーっていう、はい、458スパイダー、はい、一番最初に買った車は BMW ですね、はい、その時18です。どういう会社を経営してるかちょっと教えてもらいたいんですけど、企業の SNS アカウントを全部代行して制作するっていう会社で、うん、でその企業のアカウントを、はい、まあ、日本語で言うとバズらせる、拡散して、はい、採用とか集客につなげていくっていう会社をやっております。いつぐらいに始めたんですか。19ですね。3年前に個人事業主として始まって、はい、2年ちょっと前に法人化して、でそこから今やってるって感じです。もともとそのビジネスとか興味あったんですか、その何かしら自分で経営したいとかって。僕実はそういうタイプではあまりなくて、ただコロナになって、はい、もちろん学校はあるんですけど暇だなみたいな、はい、どちらかというと企業というより SNS に興味があって SNS をやり始めたみたいな。そしたらそれが周りにいたお医者さんが僕のもバズらせてよみたいな感じで仕事をもらえるようになって、あ、これ仕事になっちゃうんだみたいなところから始まってます。ズバッと聞いちゃうんですけど、はい、1年でどれくらい稼ぎましたと、まあ、聞いてるんですけど、あ、今2期目は、はい、5.5 億ぐらいの売り上げで、はい、3期目は多分10億ちょっとぐらいはいくんじゃないかなと。10億ちょっといくかもしれないと。え、今何人ぐらいですかその会社に。今業務委託含めると70人ぐらいの集団です。どうやってそのバランスしてるんですか、その医学生でありながらその会社経営。今ってそれだけ70人のスタッフがいる中で、うん、はい、自分がやらなきゃいけないのは、まあ、意思決定というか経営者としての、うん、行動なので、はい、あんまりこう現場でガリガリ働かなきゃいけないわけじゃないので、はい、勉強しなきゃいけないときは勉強して、はい、シンプルに人の2倍稼働してるっていうだけです。そうですね。今結構稼いでいて、はい、なんでまだ医学生として勉強してるのかなってちょっと疑問に思ってるんですけど。日本だとやっぱり医師免許って非常に強くて、はい、まあ、今後会社でかくしていく上でもメディカル領域というか、はい、お医者さんの領域はやろうとは思ってるので、はい、まあ、正直迷ってます。タイムマネジメントが結構苦しんでる人多いと思うんですけど。正直気合ですけどね。で人の2倍働けばシンプルにいいじゃないですか、はい、で大体みんな8時間とか寝て、はい、8時間だらだらやって8時間ぐらいしか仕事しないのを、うん、まあ、6時間寝て18時間稼働すれば補えるやろっていう。関野雄二と申します。今不動産会社を経営しております。ちょうど今10年目になります。はい。もともと会社を起業したいと思って、うん、一番最短で起業できるビジネスは何なのかって考えた時に、うん、不動産の仲介ビジネスだと思って、うん、7年修行してこの仕事をちょうどまあ10年前に創業しました。大変なことってどこですか。営業なので、はい、初めての方に名前も知らない人間がアプローチをして、まず知ってもらうことと、はい、信用を獲得することと、うん、商品を売ったり買ったりしてもらう、この過程がすごい大変で、金額も大きい商品なので、はい、20歳そこそこの少年が営業するって結構大変でしたね。最初はいつか目が咲くだろうと思って努力し続けていて、結果が出なかったんですけども、ビジネスをスケールできるタイミングが来た時に、はい、今まで培っていた努力が一気にこう花が咲いて、爆発的にそこから伸びていったっていうのはありますね、はい、日本の人口が下がっていて、はい、まあ、建物を買うとかに少し抵抗がある人も多いと思うんですけど、そういうことについてどう思いますか。局地的に見るとみんなその都心部に寄っていったりとか、地方に飛んでも地方の中心地に集まっているなど、はい、人口が上がっているエリアもあるので、はい、そこをしっかりと見ていけば、そんなリスクは回避できるかなと思ってますね、はい、一番高く売ったのは、はい、1棟丸ごと買っていただいて10億ぐらいとかっていうのもありますね。10億売って利益はどれくらい得ることなんですか。2割ぐらいじゃないですか。あ、でもそれでも、はい、でかいですね。でかいですね。最高売上ってどれくらい。あ、会社のですか。はい、会社の、まあ、去年が、まあ、一番良くて150億。150億。今期はまたさらに超えられるように頑張って途中ではありますけど。すごいです。え、超えられる感じですか。あ、超えてきます。あ、超えてきます。他の経営者といろいろ合ってると思うんですけど、はい、成功者のその特徴ってどういうところなのかなって。ああ、はい、僕が知っている成功者の特徴というのは、絶対諦めない人。はい、創業時に持った情熱とか、はい、そのマインドというのを、時間が経過しても、どんな逆境になっても、やっぱりこう保ち続けて、やっぱこう自分自身が率先してアクションを起こしたり行動を起こしていけるリーダーとしてトップに立てる人が、はい、望まいかなと思います、アドバイスとかだったりしますかね。そうですね、自分で考えているリスクというのは大きなリスクでは全くないと。やっぱりチャレンジをまあしていく、で失敗することみんな恐れるんですけど、失敗してもやり直しって何回も聞くんで、こうパーフェクトを求めるっていうのはチャレンジ意欲を削いでしまうから、まず1回やって失敗してもいいからトライしてみる、やらない機会損失の方がもったいないと、はい、オーバータイム
通常時間よりも働いてる人とかがいるっていうイメージがあるんですけど、実際に関野さんはどれくらい働いてますか？まあでもそうですね、寝る時以外はほぼそうですね休んでてもやっぱり常にこう仕事のことでコミュニケーションは発生するので、あまり垣根がなくなっちゃってるっていうのは良くないのかなと思いますけど、寝る時とかもたまにその自分のビジネスのことを考えたり、その時が一番ですね覚醒するんですよね。覚醒するんですか？大体そういう時に一番降ってくるんで考えちゃいますね。じゃあもうワークライフバランス的にはそこまで取れてない感じですかね。いいんですかね。僕はエイジって言います。エイジ君、はい、年齢は25歳になりました。25歳、はい、実業家、はい、そしていろんな会社を運営します。今は女の子のインフルエンサー、まあ、管理してマネジメントしてる会社を運営します。でそこの会社で飲食出したりとか、はい、あとはこうアパレル出したりとか。それもどうやって始めたかとかいろいろ聞きたいんで、じゃあちょっとその前にちょっとルームツアーも軽くいいですか？あ、全然全然。じゃあちょっとお願いします。お願いします。はい、ここが僕の家です。すごいなわお、こんないい家住むためにどういうふうにまず始めたんですか？大学に、はい、東京に上京してきて、はい、18歳の時、はい、18歳から19歳まで大学で勉強してて、はい、で19歳になった時に休学して、うん、ホスト、あ、ホスト、そう、歌舞伎町でホストして、はいはい、で資金を作って二十、はい、歳の時に起業しました。じゃあホストでまず最初資金どれくらい貯めたんですか？1年半とか、はいはい、で貯金が4000万円、はい、4000万インセンティブがほとんどで、はいはい、時給でお金を稼ぐっていうよりは売り上げを立てて頑張れば頑張るほど。そうそうホストって誰でもなれるんですか？別に誰でもなれます。やっぱりみんな掃除をしたりとか、うん、そういう雑務から始まって売れたらどん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 お金もらえるよっていうような。僕自身、うん、福岡で生まれ育ってて、うん、中学校とか高校とか医学部行きたくてすごい勉強してて、はいはい、正直その歌舞伎町に身を入れたのも初めて、うん、やっぱホストさんとかは今まで違う方向で頑張ってきた人が多くて、うん、それちょっとカルチャーショックっていうか、僕が行ってる大学とかちょっとこう違うやつだみたいな、こう色眼鏡見られて、うん、ちょっとこう最初それが嫌だったりしたから。最初に1億稼いだのって何歳ですか？1億え、はい、年間ですか？もう最初の1年目。じゃあ20歳でも億稼いだ。はいその最初にやったビジネスがもう PCR だったんですか？あ、一番最初は不動産の建物の価値を算出する会社とか、うん、あとは教育系家庭教師とかをこうマネジメントしてマッチングさせたりとか、はいはい、事業売却したのが最初2社で、その後コロナが。あ、じゃあそれでも結構資金をまず最初貯めた後その売却して。そうだね、ホストでいろいろ多分やったと思うんですけど、そっからその今のどういうふうになんか影響とかってあったりしましたか？でもやっぱりそのホストってこうニーズに応える仕事だと思ってて、うん、例えば女性が来客された時に、うん、その女性がどういう風な雰囲気で今日はお酒飲みたいのか、そこを分析する、他者分析も必要だし、あとやっぱり自分の売り上げがこう下がっちゃったりとか、やめちゃうホストが多いからメンタルコントロールできるみたいな、みんなのすごい大切で絶対事業でも必要だと思うんで、今には生かされてる感じ。そうだね、ホストやっぱ1年半やってそれは生かされましたね。この中で一番高い商品、高いものって何ですか？高いアイテム。高いアイテム、はい、あでもまあカラオケ300万円ぐらい。カラオケだけで300万も、うん、300万ぐらい、まあ、それがもしかしたら高いかもしれない。あと防音とか。あ、じゃあこれもちゃんと外に聞こえないように。そう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 。あ、すごいな。そう、一番最高月給っていくらぐらいですか？売上だったら1億円は。1億円いきますか？はい、稼いでたのは、うん、インフルエンサーの、まあ、マネジメントと、うん、まあ、飲食店、まあ、あとその子たちの SNS の運用とか。基本的にマネジメント多いと思う、うんうん、はい、この日本の化粧品の検定。あ、そう、検定めっちゃ好きで、はい、変な検定たくさん持っててカクテルソムリエ。カクテルを、はい、作り方とか結構これ ありますよね、これ。そう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 、はい、肉ソムリエとか好きだから撮ってるって感じ。一切関係がなくて。大学とかって必要だと思いますか？労働者って守られてるから、うん、労働者になりたいっていう、そういう人たちは学歴あった方がいい条件で選んでもらえるから。やっぱ日本ってその海外とかと比べて経営者も少ないですもんね。もう本当に日本人って、うん、多分教育課程の中でずっとこう真面目に勉強してきたから、はい、うん、僕の周りみんなそうで、経営者に向いてる性格の人誰もいない。誰もいない、うん、そう、僕自身経営者に向いてない教育されてたから、はいはい、なんか身をもって体感してるっていうか、うん、日本は本当に経営者になる人は多分少ないと思う。同い年ぐらいの、うん、これ経営者結構少ない。いや、全くいない。あ、全くいない。誰もいないかも。これで YouTube 映してもいいのかな？わかんないね。ここです。わーお、わ、めちゃくちゃちゃんとしてる。ちゃんとしてる。ポーカーテーブル。そう、人といるのが大好きだから、はいはい、ポーカーってこうみんなでさ喋りながらお酒飲みながらできるから好き、うん、はいはい、ここって全部でいくらぐらい家賃払ってるんですか？110万円です。110
110万円月払ってるんですか。月自分的にこれだけ110万ちょっと高いなと思うんですけど。そうだよね、うん、いやだ結構共用施設があって。あ、はいはい。そう、映画館とか。映画館とかもあるんですね。そう、映画館とかついてるし、うん、あとはシミュレーションゴルフ、ここに住んでる人しか使えないカフェとか、うん、それもあってここに選んで。あ、込み込みで、まあ、今の値段ということで。そう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 。かわいい。エイジみたいにお金を得たいであったり、その成功したいっていう人 たくさんいると思うんですけど、はいはい、そういう人たちに対してちょっとアドバイスとかって、こうお金を稼ぐっていう意味だったら、うん、日本って差別化すごいしやすい、うん、みんなが一律だから、うん、やっぱ人と違うことをやって、うん、こう目立って、うん、でこう人を集める、仲間を集めたりとか、うん、そのいろんなところに飛び込んで経営されてる方にこう教えをこうたりとか、うん、でとにかくこう尖っていけば、日本ってめちゃくちゃ均一、みんな同じ、みんな同じ、そう、うん、普通っていうのを大事にするから、うん、ある意味ちょっと1個や2つ違うことすれば、うん、日本だったらめちゃくちゃ目立つから、逆になんか少しネジが外れてて、そう、その行動力がめちゃくちゃある人は結構、そう、めちゃくちゃ強いと思う。日本って、うん、いい労働者をさ、さっき言ったけど育てるから、うん、逆に言ったら経営者になったらめっちゃありがたいわけ。あ、そうだね。もうみんなその下にいる人たちがそうちゃんと働いてくるからね。ものすごくちゃんと働くから。はいはい。え、こんな国で経営しないのは正直もったいないっていうか。もったいない。もったいない。じゃあもう本当に行動して、もういろいろとチャレンジするっていうのが、そうですね、大切なことですね。はい、はい、空を抱いて輝く少年よ神話になれ。おー、いいね。